はいどうも SH スタジオです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は2022年12月発売予定のガチャガチャ紹介パート1を皆さんと一緒に共有していきたいと思います。はい、まずは大好きな食品系のガチャガチャから始めていきましょう。ウルトラニュープランニング再販喫茶店のクリームソーダ1回300円のガチャガチャです。もう最近さ、こういうレトロ系のガチャガチャ本当に増えてるよね。このシリーズだったらもうメロンクリームソーダ一択だな。 SH さんは他もね結構カラフルで可愛いんですけども、もうこれはねメロンソーダ狙いで見つけたら回していきたいと思います。はい、続きましてトイズスピリッツザおせち中マスコット5、1回400円のガチャガチャです。これはね去年 SH さんね回したかったんですけど、なかなか見つけられなかったんでね、今年は見つけたら絶対回したいガチャガチャの一つです。トイスピさん得意の食品ミニチュアなんで、これは楽しみですね。続いてもトイスピさんの紙袋付きカフェのテイクアウトセットマスコット1回400円のガチャガチャです。これも素晴らしいクオリティですね。もうさ、なんかもうパッケージとして素晴らしいですよね。単体の食品ガチャじゃなくて、なんか袋とかねちゃんとコーヒーとかこうついているっていうのはもうねたまらんですね。またまたトイズスピリッツさんのザ・ホテルの朝食ビュッフェマスコット1回400円のガチャガチャです。これもねパッケージになってますね。洋食とねほら和食お子様セットとかあるのがまたいいですよね。もうさ、ホテルのさ朝食ってなんであんなテンション上がるんですかね。SHさんも仕事でね行くことあるんですけど、まあ朝食がね楽しみですね。まあ、楽しいことをガチャガチャにするっていうのはねもう間違いなくね最高だと思います。見つけたら絶対回します。続きましてシャイング再販ふわっとどら焼き1回200円のガチャガチャです。200円っていいよね。200円って、しかもこのどら焼きはスクイーズになってるんで最高の触り心地になってると思います。以前SHさんもねこういうシリーズ回したことあるんですけど、割とねちょっと大きめだったかな。なんか食品ガチャのねミニチュアっていうようなイメージではないんですけど、まあ、触り心地がね素晴らしく良かったんでこれもすごい気になりますね。続きましてレインボー松屋ミニチュアボールチェーン1回500円のガチャガチャです。ついに来ました松屋さん。やっぱ吉野家でねケンエレさんが出てますから、松屋が出ないわけにはいかないだろうと SH さんは密かにね思ってたんですけど、出てくれましたレインボーさんで、ありがとうございます。これは確実に回して紹介していきたいと思います。続きましてレインボーイラストを立体化した超リアルスイーツミニチュアボリューム2 1回400円のガチャガチャです。これはもう本物ですね。もうクオリティが半端じゃないです。そしてもう手作りでねおなじみのレインボーさんですからね、間違いなくリアルでうまそうなガチャガチャ、これも回していきたいと思います。続きましてウルトラニュープランニングコアラのマーチ前髪クリップ1回200円のガチャガチャです。これなんですか、めちゃくちゃ可愛いですね。女の子がこれつけてたらね振り向いちゃいますね。しかもね1回200円っていう値段がねまたいいですね。はい、続きましてウルトラニュープランニングカルビーふかふかポーチ1回300円のガチャガチャです。これは有名どころのカルビーさんが監修してるだけあって、これもめちゃくちゃリアルですよね。そして最近のポーチは割とねしっかりしてるんで、以前もあの明治のねポーチ回したんですけど、まあ可愛いねアポロちゃんが当たってすごい結構しっかりしたものだったんで、カルビーのポーチも回す価値あるんじゃないかなと思います。続きましてシステムサービスフエラムネポーチコレクション1回400円のガチャガチャです。こちらもポーチですね。しかもねこの駄菓子のフエラムネを持ってくところがまたね2ですね。こちらは割とね縦長なんでペンとかこうね入れてもらうとちょうどいいのかな。こういうポーチが出てくるとねついつい回しちゃうんですよね。はい、続きまして木組レモンのイレモンコレクションケース1回300円のガチャガチャです。これもねコレクションケースですね。今回はちょっと小さめですね。しかもレモンのイレモンですからちょっとシャレ効いちゃって、もうこのシャレで回しちゃうかもしれないです。 SH さんしかもレモンが好きですからね割と興味ありますね。続きましてレインボー海辺のピザ屋さん自慢の本格釜焼きピザ1回400円のガチャガチャです。来ましたよ確定案件、これは間違いないです。皆さんもねレインボーさんは本当にすごいんですって。
しかもこのピザは絶対裏切らないと思いますよ。だからぜひ見つけたら回してみてください。これは本当に12月楽しみなガチャガチャです。続きまして、ブシロードクリエイティブ再販声優カプセル部01上坂すみれ、あちらのお客様からです。1回300円のガチャガチャです。これはね、以前 SH さん動画で上げてます。単体の動画で上げてるんですけど、なかなか面白かったですね。まあプルバックになっていて、まあね、バーカウンターでさーっとこう男の人がね、女の人にこうお酒をこうカウンターを滑らせるようなね、そんなイメージができるガチャガチャということで、まあこれも少しねパロディ入ってるんですけど、なかなか面白いガチャガチャだったので、こちらもおすすめです。はい、続きましてバラエティ系のガチャガチャを紹介していきたいと思います。まずはこちら、トイズキャビン24分の1シャワールームコレクション、1回400円のガチャガチャです。これもまたコアな感じしますね。でもなんかミニチュアというよりね、まあ、フィギュアですよね。フィギュアとか入れたらなんか面白い写真が撮れそうですね。細かいところで言うと、なんかシャワーヘッドが取り外し可能だったりとか、ドアの開け閉めができたりとか、なかなか面白いギミックがねついてるガチャガチャですね。続きまして、トイズスピリッツ大キャスト製ザ夜間マスコット2、1回500円のガチャガチャです。これめちゃくちゃ欲しい。しかもこの金のね夜間、もう昔ながらの夜間なんですけど、もうこれは SH さんの心をグッとこう掴んでね、やっぱ12月になったらこれはぜひとも回したいガチャガチャです。その他もね、ちょっとねレトロっぽいね夜間もあって可愛いですよね。続きまして、 J ドリームミニ駄菓子屋マスコット5、1回300円のガチャガチャです。これはね、以前 SH さん回したことあるんですけども、前は陳列ケースが当たったんですよね。あと冷蔵ケースも当たりましたね。今回はこのコインゲームがね2つこうあるということで、これはね狙ってぜひぜひ回していきたいなと思います。続きまして、トイズスピリッツパンパカパン音が鳴るくす玉マスコット、1回500円のガチャガチャです。これはもうザ・バラエティって感じですよね。これもうくす玉ガチャガチャにするんだって、もう何でもありですよね。なんかおめでたい時に友達とかにこうプレゼントするのも面白いんじゃないかな。まあ誕生日とかね、そういうところで使えそうなガチャガチャですね。続きまして、スタンドストーンズカプセル式天日イカ乾燥機、1回300円のガチャガチャです。これはね食品系に入れようか迷ったんですけど、乾燥機っていうことなので、一応このバラエティ系の方にね、入れさせていただきました。びっくりですね、もうスルメイカがもう回転してこう乾燥するっていうね、これはなかなかね知ってる人少ないんじゃないですか。まあ大好きなイカがねこんな回転して作られてるとはちょっと想像しなかったんで衝撃的だったんですけど、なかなか面白いんで見かけたらね回していきたいなと思います。続きまして、トイズスピリッツ本当になる煩悩退散加熱起動マスコット4、1回400円のガチャガチャです。これさえあればもう並ばなくていいんじゃないですか。もう、 こう家でね金がつけるっていうことで、まあ、そういうわけにはいかないんですかね。これさえあればオウン加熱器ができるので、年末年始ね楽しめるんじゃないかなと思います。続きまして、エールブレーカー、1回300円のガチャガチャです。ついにねブレーカーもガチャガチャになる時代ということでね、なんかほら停電だっていう時にねみんな探しますよねブレーカー。しかもこれちゃんとねパチンパチンってこう動かせるということで、これ面白そうですね。なんか色もねちゃんとアンペアごとにこう分かれてるんですよ。本当にねこの色になってるんで、ちょっとしたお勉強にもなりますね。続きまして、 J ドリームミニチュアシガーセット、1回400円のガチャガチャです。これは渋くていいですね。 SH さん欲しいです。これは絶対ね見つけたら回します。しかも一つずつ取り出せるということで、細部までねなんかリアルな匂いがしますね。はい、続きまして、 J ドリーム再販ビールサーバーマスコット5、1回300円のガチャガチャです。これね以前 SH さんも回したんですけど、その時はガスボンベがね確か当たった気がします。やっぱこのタイプだったらねビールサーバーは欲しいですよね。なのでまあリベンジをかけてね、見つけたらこれも回していきたいなと思います。はい、こちらも J ドリームクラシック電話マスコット7、1回300円のガチャガチャです。出ました、レトロなね黒電話。そしてさらにねこう対象モデルのね、もうトトロの世界とかにこう出てきそうな電話も入ってますね。こういうミニチュア系もものすごくね惹かれますね。これは見つけたら絶対回します。
そして最後はこちら、ブライトリンク12月延期になりました。ミニチュア MD フィギュアストラップ1回300円のガチャガチャです。本来はね11月にちょっと発売する予定だったんですけども、今回延期ということでね、まあこれもね楽しみにしてるんです。まあ11月のねまとめ動画でも紹介させてもらってるんですけど、やっぱりね SH さん世代はこの MD を使ってね結構学校に行く時なんかよく聞いてましたよ。まあそういう世代の人はねグッとくるようなガチャガチャなので、これもおすすめしたいと思います。はい、ということで今回は12月発売予定のガチャガチャを紹介してまいりました。最後までご視聴いただきありがとうございます。またね発売されてきましたら開封動画で皆さんとね共有できればいいかなと思います。よろしければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。